あ決勝見ますか。ちょ長いです。 6試合ありますが、でも 3-0-3-0 なんだね。バイソンですか。まずあのウィーナーズファイナルでは 2-3 なんですけど、こっから6で、てかプゲラも何気にあの優勝経験ないんですよ、プゲラ。なのでプゲラもだから、ま、そういう意味ではここが課題なんかもしれないね。やっぱりその最後まで勝ち切ったっていうその成功体験あるかどうかって全然違うんですよね、やっぱこういう時に。あ、こういう時優勝できる時だなみたいな、やっぱあるんですよ。ここ優勝したいなとか。あ、モーシさんほんまにでかい大会やっぱ何回も勝ち切ってる人やからね。やっぱこういうところ結構まあ、まあメンタル的にはモーシさんのは有利かもしれないね。経験ってあるのかな。やっぱり多くの人ってあると思うね。やっぱ自分が一回できたことってやっぱりすごいもう一回こう実現しやすいと思うんですよね。自信があるしね、そこでやっぱりやりきれるっていう。実力あるけどそのいまいちその大会では勝ちきってなかった人が一回いい成績で出て、そこからあの勝ちまくるっていうあのことめっちゃあるからね、やっぱ格ゲー。ももちも昨日同じこと配信でたね。結局メンタルって、まあメンタルは本当出ますね、大会の決勝とかは。発動して、おお太くいったね、 V シフト読み。もう地コーディに書いてから自分のせいで自信持ってるって配信でもいい。ああそれは素晴らしいね。出たこれ。いやしかもてか取り組みがもう全然ちゃうけどな、もうさ本当に最近そのコーディを使い出す前と使い出した後で。やっぱ明らかにやり込んでるから本当に。だ手応えがやっぱまあどっちが先なのか分かんないけど、まあそんなにモチベが高いからあのそんなに やり込んでるのか、やり込んでるからモチベが高いのか、どっちか分かんないけど、勝てるからモチベが高いのか分かんないけど、やっぱすごいやっぱり、あなんかそのトパちゃんの時から俺よく言ってるけど、最近のモンスターなんか違うなっていうのがやっぱもう分かるんで。昨日ブレンを一袋食べたし、俺なんか毎日の食べてるけどな、一袋毎日一袋食べてるけどな俺。いいね、これタクにも使えるんだな。後ろ下がりに対して攻めの時に壊し発動でリスク壊していく。いや定例会の時はもう祝福モードでした。ただ俺は試合見てないから、試合まだ見てないって言ったら寂しそうにしてました。おめでとうとはもちろん言いましたけど、昨日のじゃまだ見てなかったんで。
寂しそう。まあまあまあ。うん、ああチョコさんがもう以上にめちゃくちゃ嬉しそう。嬉しいやろね。だってまあ支えてますからね、そのやり込みをチョコさんが。まあ自分のことも嬉しいやろね、その頑張りを見てるやろうし。まあ、しんどい時もあるよね。結局その練習してる時間って、その結果出るまでは無の時間なんですよね、正直。そこであの練習して、あの結果が出るからそれが返ってくるんであって、結果出ないんやったら練習してないんで、マジでその何の生産性もない時間なんで、その、まあ、本人がうまくなるとそれはあるけど、でもその結果出してくるとやっぱそれが報われるから嬉しいやろうね。大会はほんまその勝負がやっぱそれがすごいしんどいね。博打はやっぱそれがありますよね、本当に。本当に勝つか負けるかなんで。ああ、その受験とかもそうだね。確かに受験とかもそうだと思うわ。いくら勉強してようが結局そこで受からんかったらもうってことやもんね。うん、そうだね。桃地クラスと結果イコール優勝みたいなところあるし、なかなか確かにさ、桃地さんクラスだともうそうだね、優勝を求められるプレイヤーだね、本当に。それがやっぱ結果を積み重ねてるからね。今回の CPT 一人しか上がれないから、キスタバイト、いやほんまそうなんですよね。マジでそうなんですよね。だ CPT はあの海外回る CPT は結構気楽なんですよね。まあポイントもらえたなっていうので、一応その積み重ねていけるんで、一人はマジできついっすね。やっぱアベレージを取る方がはるかに楽ですからね、1位取るより。まあ、人数がシンプル多いし、でももうしてあんまり回ってなくなかった。いやー回ってたね、さすがにみんな回ってましたね。まあ年10回は余裕でいったんじゃないかな。こわー投げれるんだな。ツアーは9位取るゲームみたいに言ってる人、そうそうそう、あの9位ぐらいであのポイントは結構もらえるんですよね。40ポイントかな、なんか忘れたけど、9位以上なればまあとりあえず行ってよかったなって思える点って感じだね。一生歩き合うしてるね。バイソン結構技当たってるのにコーディとの火力差で負けた感はある。やっぱね、あのバイソン使ってると、あのそういうキャラやなって思う。立ち回り強いねんけど、火力が、攻めの継続力がちょっと低いのと、一回攻められた時にマジでそのまま終わるから。まあ俺バイソンちょっと前攻撃戦の人までやってんけど、それはめっちゃ思った。仕切り直しが結構多いんよね、バイソンって。でも立ち回りが強いからそれを維持するって感じのキャラなんやけど、
まあそういうコンセプトのキャラだね、バイソンは。まあその代わり、まあ立ち回りはすごい強いですよって感じ。だバイソンはそのやっぱり明らかな壊れ要素がないとやっぱちょっと弱いと思うね、ソファイブっていうゲームにおいては。やっぱ無敵技ないのと攻めの強制力がすごい低いっていうのはやっぱりきつい、相当ゲーム性にちょっと合ってないっていうのはちょっと思いますね。なるほど、いいっすね。わっ、これ勝つのこれ。うわー、そらEV リバすげな、これは取りたい。あー、でかいですね今の前田キック。何だったよな、プゲラ今 EX アストか。そうだね、これ取ったらもう優勝できそうだなっていう感じの勝ち方だね、今のとかは。結構やっぱあるんよね、あ、この大会俺優勝できそうだなみたいな、この試合取れんやったらもうみたいな、それ結構あるんですよね、大会で出て。今のとかもプゲラ的にはマジかよって感じだからね、その噛み合い方するかみたいなそうですからね。EV リバこのクエストはどうなんやろな、まあ、ポイズンもまあ今回ねあのすごい強いキャラって言われてるけど、コーディ戦とかどうなんでしょうね。まあコーディ戦とまああのルーク戦がねこのゲーム、まあ、特にトパちゃんの決勝とか大事だと思うんですけど、歩きガード極まりすぎてチートみたいに見える。やっぱヒットボックスのやっぱ歩きガードがね本当に速いんでね、レバーより一歩前に行ける感じだね。大パン、あー結構ポイズンいけるって感じだよね。やっぱポイズンやっぱそういう感じでもやっぱそういう点で見てもやっぱ今回強いってのは分かるよね。うわー、台形クラカンが減るんですよこのキャラ、飛びから入るから。うん、トパちゃんのそうですね、フードさん楽しみだね。まあとフードさんの場合あの普通にバーディーとかもあるからね、全然結構あの以前のソイダリーグでもフードさんのバーディーは活躍したからね。それこそ、桃地さんの説にバージ出して、勝った位置なんで、うまい。マジか。アツシ、マジか、今の。アツシ、これはきついなぁ。あれ、届かないんや。マジか。流れの悪さが半端ないっすね。マジか、動きが相当いいな。まあこの歩きながら相手の行動に対応していくってやっぱ理想の勝ち方っすよね、格ゲーにおいて。うん、なんかあのエボジャパンの決勝のモモチコーディ対フードバーディをちょっと思い出すような内容だねこれね。前に出ながら全部対応していくっていうね、まあ、これやられるとやっぱきついね、壁が迫ってくるようなこのプレー。いいっすね、うん、今のも台足溜まってたんか、ギリギリ溜まったんか台足。
なぜかこういう2択も全部当たらへんな、そういう時って。お、補正切ったのか。どうだ。おお、使わないんだ。これガードしてんのやばいな今のガードしてんのもうおかしいやろ、読みが。いやー、今の大カカとガードしてんのはやばいね。ここで優勝か。いやもうこのラウンドはさすがにっていうラウンドはもう全部取ってるからな。エボと CC 両方取って唯一のプレイヤー。そう。いやね。うん。まあ、前作ですけどね。どっちも。まあでもそれもせいでもすごいけどね、もちろん。あ、無視やんのか。トギトさんがだからラスト5に関してはそれ一番惜しい位置だね。エボ優勝、CC、準優勝。で、トパンガリーグも取ってんのよね、トギトさんは。いや、でももしかしたらちょっと初のトパンガリーグ優勝は、ちょっと期待したいですね、でも実際。CC 取ったら5でもいいか。ん？いや、エボーは勝ってないね、モジさんは。壇上にも上がってないかな、スト5は。CC とエボー多分どっちも壇上行ってないな、多分。やっぱここあのポビズの大パンチがね結構やられて前に出るくなってるなかっこいいね。このラウンドはさすがに、うわー、はぁ、減りすぎだろこれ減りすぎだろこれ。ただこれで別の人が普通にトパちゃん優勝っていうのもありそうな日本の声。あ、もう全然ありますね。やっぱりその日の調子っていうのもあるし、まあやっぱりオフラインっていうのもあるし、形式も全然違うしね。長期戦っていう。減ったなぁ、最後。